ジャン・フランソワ・ラファエリは、フランスの写実主義の画家、彫刻家、版画家。印象派展にも出品した。ラファエリのアトリエ。パリで生まれたが、父方の祖父母は、イタリアのトスカーナ州の出身であった。当初、音楽や演劇に興味を持っていたが、1870年、画家になった。この年、風景が一点がサロンド・パリに入選した。 1871年10月から3ヶ月、エコールデ・ボダールのジャン・レオン・ジェロームの下で絵画を学んだが、それ以外には正式の絵画教育を受けていない。1876年以降、パリ郊外の農民、労働者、貧民などを写実的に描くようになった。こうした新しい作品は、ジョリスカルル・ユイスマンスのような批評家や、エドガード画から高い評価を受けた。クズ拾い人は、 ラファエリにとって近代社会における人間疎外の象徴となった。美術史やバーバライスフィールズはラファエリがイポリット・テーヌの実証主義哲学に関心を寄せていたことを指摘しこう書いている。その哲学は彼がコラクテリシームと名付けた写実主義の理論をまとめることにつながった。彼は自身を考えなしの人々、見るものに自然そのままの描写を伝えるだけの 写実主義者と呼ばれる画家から区別しようとした。彼の人間に対する注意深い観察は、エミール・ゾラやユースマンスの自然主義文学における、反美的、反ロマンティックな手法と気を一にするものである。ドガは、1880年と1881年の印象派展にラファエリを招待した。しかし、そのことが原因で、印象派グループは分裂することになった。 ラファエリは印象派の画家ではなかった上、37点という大量の出品で1880年の印象派展を選挙しようとしたためであった。クロード・モネは写実主義者を引き入れて印象派展のメンバーを拡張しようというドガの主張を嫌をして出展を拒否し、小さな教会だったものが今や下手な初心者にも門戸を開く三流の学校になってしまったと批判した。 この時期のラファエリの作品としては、アブサンを飲む人がある。この作品は、もともと、退役軍人たちというタイトルが付されていたもので、1881年の印象派展で好評を博した。1889年、レジオンドヌール勲章を受賞した。その頃から、ラファエリは、郊外の情景から、パリ市外に興味を移し、講習や批評家から好意的な評価を受けた。 数々の彫刻作品も制作したが、現在では写真で残っているだけである。晩年には版画を集中的に制作した。1924年パリで亡くなった。ありがとうございます。